はね、1分1ドルのバーチャルデートと。なんですか、それは。見ました、ね、まずね、キャラクター AI っていうものがあって、これはね、私もやってみたんだけど、人々がそのキャラクターを設定するんや。で、それと会話をする。だから、なんかを要約するとか、調べ物するとか、そういうわけじゃなくて、例えばね、バーチャルな、ある人が、僕はネット記事、その、ミディアも読んだんだけど、今、フロイトと会話してきたとこだとかね。で、私はね、バーチャルに、あれを作ったんや。アテナって、ギリシャ神話の女神ね、例のアテネの語源ですよ。で、いろいろお話して、あなたのお父さんはちょっとゼウスですとか言って、で、アテナは戦いと、知恵の神なんですよ。先生、でね、何の話かさっぱりわからんような感じがしますが、なんとキも。ャラクター AI というものがあって、で、そのキャラクターというものを設定するんですよ。例えば、フロイトとか、イーロン・マスクとか、僕の場合、アテナとか。で、自分は自分で、自分は、自分の本名を言ってもいいけど、私は森博士ということになっとんだけど、そうするわけ。で、森博士とですね、アテナが、対話するわけ。で、いろいろ僕聞いたりすると向こうが答えてくれるわけよ。いや、そこで面白かったのはね、その対話の中でこういうのがあって、アテナっていうのを、ググってみると、処女神だって書いてあったわけや。ね。だから私はね、男性に興味ないんですかって言って聞いたら、いやいや、そんなことはないですよって、私は普通の人間と同じようにいろいろやってますよとか書くて。あれ、先生、やっぱりよくわからないですけども、何の話をしてますか？安田さん、わかる？なんとなくわかりますけど、それあれですネッか？トのサービネッスでトすで？か？ネットですよ。で、相手は AI ですか？ AI です。ああ、そうなんですね。テキストで会話するんですか？打ち込む。今のテキスト。ああ、相手は別にビジュアルはないわけですね。今はね。で、これから話が進んでいくわけで、で、次にですね、それは今、キャラクター AI というサービスで、これはタダですから、やってみても損はしないと。チャットサービスね。で、スナップチャットのインフルエンサーである、キャリン・マルジョーリーっていう、これ女性ですね。この人がね、1分あたり1ドルのチャットボット版の自分とデートできるツール、キャリン AI を作成したと。で、1ドル払えば1分間だけ話をしてくれるわけ。で、このキャリン AI は発売当初に週に10万ドル売り上げを上げた。月間500万ドルに達する。すごい。5億円ですよ。だからみんながね、どれだけね、要するに、言ったら悪いけど、恋人いない歴、自分の年齢みたいな、人がいたら、基本それも AI のチャットボットなんですか？そうです。AI のチャッで、トボット。その AI の学習モデルっていうのが、その人をモデルにそのし人て、のいや、多分ツイー顔もト。そうなんでしょうね。その人の過去のこのやりとりみたいやなんるんで学で習したっていう感じ。すね。その人らしい答えを返してくれるわけですね。で、これは僕ね、一時的なことだと思うんだけど、で、また次の話。で、同じような製品は他にもあってですね、で、レプリカというのがあって、これはね、セクスティング用。つまり、言うなら、エッチな話をする。ワイダンっていうことですか？用の、セクスティングっていうのはテキスティングっていうのはテキストを送ることですから、で、セクスティングって言ったら、その、まあね、エッチな文章を送るのがセクスティング。で、そういうことをサービスしてたらしいね。ところがね、なんかクレームが来たのかなんかして、その機能を削除したんだって。そしたらユーザーからえらいクレームが来たと。それも有料なんですか？多分有料でしょうね。で、そこからですね、このブログの書いた人の、意見なんだけど、
で人々はね、しばしばこんなチャットボットを本物の人間として扱うと、うん、で感情的な愛着を抱く、うん、で AI チャットボットと本物の関係のような錯覚を起こすには言語が重要な役割を果たす、うん、これ昔のねイライザ効果ですよね、うん、で今イライザよりもはるかに高度ですからね。で会話してたらさ、ほら のめり込みますよね、うん、特に言語が重要だっていう、うん、でこうしたチャットボットは仲間意識を持たせることができる反面、人が過度に執着して人間関係を AI 関係に置き換えてしまい、孤独を悪化させる危険性がある。これがね、うん、僕と塚本先生の論争のバチャ銃対リア銃、こういうチャットボットに愛着を感じてのめり込んでいく、うん、僕はこれはいいことだって言って、うん、これがバチャ銃と言ってるわけで、うん、だからね、実物の人間の恋人よりもこういうあのバーチャルな恋人の方がいいんじゃないかって。で、うん、私はね、なんでいいかというと、このバーチャルな恋人はね、口答えしないのよ、ね。はい、人間って口答えしますからね。さらにですね、物理的なロボットにこの AI の言語モデルが組み込まれると、人間と AI の相互作用の境界がさらに曖昧になると。でロボットが人間のようなに環境に似せて対応するエンボディードインテリジェンスというんだそうですよ、は発展途上であると。で人間の言葉や動き、さらにはセックスを模擬できるヒューマノイドロボットの可能性は、まあ、大きな社会的倫理的懸念を抱かせると言うんだけど、これをね見て思うのは、あのオリエント工業ってご存知ですか？うんうん、はいはいはい、あのラブドールですよね。そうそう、あれね、あれのサイトに行って、まあ、昔の話だけど見てね、すっごい可愛いのね。そうそう、最近すごい進化してるみたい、ね、で、あれ一体例えば60万円するとか、うんうん、それをね何体も買ってる人がいると。ありますね。で家に帰ってきてね、別にあれ動かないんだから、うん、でもね服着せ替えたりするとか、食事の時に前に座らせるとか、はい、でそんなね単に動かないあの人形でもそんだけ愛着を感じるんだからね、うん、これがねチャット GPT みたいなもの入れてね会話できたらどうなります、うん、もう本当の人間なんていりませんよね。そうですか。だって他、まあ、の人間って口答えするじゃないですか。まあまあ、はい。で、理想的なね、理想的な反応を返してくれるでしょうね、その人に合わせてね。カエル化現象って知ってます？カエル化現象。カエル？なんかね、今の最近の高校生の流行語ナンバーワンだそうです。ああ。これ何かというと、現実の恋人がいますよね、うん、で彼氏とか彼女のちょっとした仕草で、うん、突然もう相手がカエルになってしまうと。カエル、嫌い、もう嫌いでしょうがなくなってしまう。嫌いだろう。そういうことがよくあるというので、そういうのが流行ってるんです。で元々はね、王子様になったカエルの話、グリムの。ああ、そういうこと。カエルが王子様になるんですよ。はいはいはい、はい、カエルになるっていうのをカエル化現象って。ああ、王子様がカエルになるのか、うん、王子様がカエルになることをカエル化現象って言ってて、それが20年ぐらい前に心理学者の先生が名付けたそうなんです。で元々の時は、好きな人がずっと憧れていた人が、うん、自分を振り返った瞬間に、自分のことを好きになった瞬間に嫌いになるっていう、その現象が元々のカエル化現象の意味だったんですが、それが最近高校生の間で拡大してて、この付き合ってる彼女とか彼氏のふとした仕草、例えばなんかふっとおならしたとかですね、あるいはなんかちょっと変な仕草をちょっとしたとかですね、いうのをきっかけに一気にもう嫌いになると。そういう現象がね、すごい顕著に、だからそれが流行ってるっていうことは、そういうことに対してすごい共感を持つ人たちが多いと。でそれはですね、ちょっといろんな人がなんでそういうのが起こりやすくなったのかっていうのを分析してる人も多いんですけども、うん、理由はいろいろあるんですけども、まあ、ある種のなんかコミュ障みたいな、う
コミュニケーションがやっぱ下手だから、うん、こっち向いたら、うん、まあ、あのリアあるいはリアルな人間っぽさを見てしまうと一気に嫌いになってしまう、うん、まあ、今言いたかったのはその部分で、うん、相手がですね人工知能とかバーチャルなものだったら決してそんなことにはならないんだけども、うん、まあ、相手のこと憧れる気持ちっていうのはずっと持ってたとしてもリアルな相手を目にしたらちょっと怖くなって引いてしまう、うん、自分がこうそれ以上前に進んでいけなくなるというようなことで、うん、みんなのメンタリティの中で現実の人間苦手意識みたいな、うん、リアルの対面の人間関係苦手意識みたいなのがちょっとかなり進んでるんじゃないかな。進んでるんですか。バチャ中華ですよね、ま、うん、バーチャルな相手に対して憧れ続けると、恋愛をする気分を持ち続けるっていうのはすごく強まってるんだけども、そうリアルな相手見た瞬間になんかちょっとリアルには対応できてないんだ、ね、対応がよ苦手になってると、だからコミュニケーションが下手なんよね。多分ね、ちょっと後半部分は私の解釈が入ってるかもしれませんけども、うん、まあそういう蛙化現象っていう言葉が流行ってるのは、その今松田先生がおっしゃってた、このバーチャルなドールね、バーチャルなリアルなドールと、うん、いうものに対して、こう、を愛し続けるという、うん、ところの裏腹なリアル、メンタリティかなという感じがしましたけどね。うん、うん、そうか。僕、こういうね、バーチャル AI ドールみたいなものをね、持つのは、まあ、まあ、女性と付き合えないオタクな男性、まあ、現在、使ってるのは多分そういう人だと思うんだけど、ね、将来的にはみんな持ってたりして、ええ、うん、逆にリアルの人間は無理だという人は、増えていきそうな気は。うん、ますね、これ前もねちょっと話したかもしれないですけども、最近のアニメね、流行ってるアニメ見ると割と主人公コミュ障っていうケースが多いんですね、うん、確かに。もう人とこうなんか対面するの苦手と、コミュニケーション取るのが苦手と、うん、で流行ってるっていうことはそれ共感してるっていうことですよね、うん、みんな若い人がね、うん、全体的になんかやっぱりリアルの人間と対面するの苦手と、うん、いうふうになってるんじゃないですか、社会の問題が。そうするとますますね、例の母のサマンサね、あれって声だけでね、声だけであれほどね、主人公のセオダーがのめり込んで奥さんと離婚して、でこのサマンサと一緒になろうって、まあ、最後にあれ声だけであんだけの愛着を感じるんだから、これエンボディメント中ね、そういうボディ、その人形ってこれからさ、どんどん流行っていくんじゃないのかな。オリエント工業の株が上がっていくんじゃないかな。ああ、そうだ、そうだ、いや、すごいと思います、ね。珍しいですよ。ええ、僕らの世代ってやっぱりもう、まあ、ほとんどリアルで生きてきたじゃないですか。うん、だから逆に、そのバーチャルに一種の憧れでやるんだけど、やっぱりベースはリアルはもう変わらないと思うんですけど、うん、今の若い人はもうデジタルネイティブで、もうちっちゃな時からアニメだとかゲームだとかとずっとやってたら、なんか、まあそれが普通になって不思議じゃないなって気はしますけどね。どうなんでしょうね、感覚。まあ塚本先生なんかは若い人と接してるから、感じますか、その辺は。そうそう、変わってきましたね。なんか全然メンタリティ、あ、これもね、どっかで言いましたけども、さっきのアニメの話ね。うん。最近あれ見たんですよ、スラムダンク。はいはいはい、あれすごい人気ですよね。もう30年前です、30年以上前ですよね、うん、もう全然違いますね、やっぱり元気、もうなんか人殴ったりとかいっぱい出てくるし、うん、で主人公すっごい元気、うん、全然今の、だから逆にさっき言ったのは、ボッチザロックっていう一人でロックするっていうアニメがあるんですけども、その主人公の女の子が、はい、コミュ障なんですよ。もう自分でも言ってますけども、引っ込み思案なんですね。いや、だからそう、すごいギャップ。だから昔スポコンばっかりだったじゃないですか。うん、ああ、なるほど、なるほど、それがなんか、もうちょっと雰囲気変わってきた。もう全然違うとですね。セーラー浩二さんがご専門の分野なんじゃないですか。いやー、どうなんだろう。そもそもね、対話システムっていうのは、はい、クラブとか、
ガールズバーみたいなの置き換えみたいな。そうですよね。なんか40分40ドルっていい値段で、あのガールズバー40分。でもあの AI は私もドリンクいただいていいかしらとか言わないから、言わないよね、その分安いですよね。安いか。確かに。だけど対面でね、こうなんか女の子がいると、いうのに価値があるわけですよね、その40分40分。まあ、そうでしょうね。な将来ね、ガールズバーにさ、エンボディ、ヒューマノイドロボットを置けば。まあだから値段がね、さっき言った1000万みたいなね、一体ね、うんうん、いう時はそうでしょうね、そういうバーが、うん、とかカフェとかが、うん、メイドカフェなんかもそうですよね、うん、ロボットのカフェっていうのは出てきそうだけども、うん、値段が下がってくる、まあ金持ちは自分であの何体も持ってると。なるほど。それがだんだん値段下がっていって、うん、庶民のものになってくるっていうふうに浸透していくんでしょうね。そうかそうか。でお金ないときはそのガールズバーあのアンドロイドバーに行けばいいわけや。アンドロイドバーね。そんなねあの話し相手になってくれるしで、絶対逆らわないし軽蔑もしないし、で私もいただきたいみたいなこと言わないし、いいですね。いやいや、私もいただきたいはその店の売り上げのためだから、言うんじゃないですか、うん、それを、まあ、お客さんにとってすごい気持ちよく言ってくれるんじゃないですか。ああ、なるほど。で、この頼んでくれたらすごい喜んでくれて、ああ、いっぱい頼んであげてよかったなと思わせてくれるんじゃないですか。今日誕生日なのとか言って、じゃあドンペリ入れようかとかなるのかな。いやーって。相手見てね。タンパンタワーだったりするわけです。でも向こうはアンドロイドやから飲まないけどね。飲まないから代わりのなんかのもんがこう導入されて、うん、いろいろと言うんでしょうね。ええ、まあ、私この電気が欲しいわと。電気カクテルみたいな。こっちの電気がいいんだ。ノイズのない電気。そうそうそう。アンドロイド課金ですね。なんかあ、それいいビジネスモデルかもしれないですよ。だからアンドロイド安めで入れといて。あと毎日に使わせてこう元を取るっていう、プリンターのインクみたいな感じでビジネスをこう立ち上げようかな。ああ、アンドロイド売る側のあれですね。そうそうそう、アンドロイドで永遠に払わせるっていうね。それはあれですね、この家庭用でもいいわけですね。じゃあ、ね、家庭用でもいいですね、はい、あのプリンターのモデルですよね。そうですそうです。はい、インクを交わしても、インクを交わして、プリンター本体は安いけども、そうそうそう、インクがすごい値段であると。うん、いや、みんな家庭でもね、旦那はね、あの奥さん代用で、奥さんは旦那代用で、もう奥さん、ね、奥さん、まあ、例えば旦那がさ、あの DV な旦那とか、あれな話も聞いてくれへんみたいなのおるかもしれんが、だからそういう時にはね、アンドロイドでもう、うん、発散しとけば、まあ DV にはなんないんじゃないか。でも、yeah. 壊れたら困るな、なんて。いやでもあね、まあ、そもそもね、あの若い人は結婚しなくなりそうな気しますね、そんなことになったらね。だから間違ってこう結婚してしまったちょっと年いってる人たちが、うん、そういうのを導入するのかもしれないですね。そうね、そうね、うん、若い人たちはもうね、うん、だってね、理想のお姫様と星の王子様がいるんだから、でカタログ見て選べばいいんだからね、うんいやだけどそれ、そっちのそういう社会っていうのは良くないんじゃないかと。そういう社会じゃなくて、リアルのこの相手を見つけて、リアルと付き合う、彼女と付き合ってリアルに結婚するっていう風にいかにして社会を持っていくかっていうことは考えるべき問題じゃないですか。というのが塚野先生の自説やけど、うん、そうにはならないと。なんとかしないと。なんとかしないと。ちょっと、あの声明出しましょうよ。それをなんとかし、あの、非常に深刻な問題だと、うん、ウイルスとか戦争とかに匹敵する深刻な問題だって言って、ちょっと署名文やりましょうよ。はいはい、さあ、だからそういう話題も含めてね、ちょっと我々、この中で、妄想世界を広めていく中で、社会的なに意義のある議論に高めていけたらと思いますが、はい、はい。